ロリタニさん、僕ね、正直三木谷にはちょっと悪いなと思ってんだよ。まさかこんな風になると思わなかったから、昔あったちょっといたずらみたいな話をちょっとしたら、いろんなところからいろんな情報が出てきちゃってさ、まあ大変だよな。なんか謝りに行くっていうのも まあ、口も聞いてくんないかもしれないけどさ、まあいいけど、まあ俺が言ったことに嘘はないよ。